皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年10月15日、14時35分です。岡田監督や、まあ、プロ野球界の、関係者の方たちへのメッセージ、まあ、2位ということで、まあ、先ほどだいぶ笑い話とかも含まれていましたけど、まあ、今日は休みということで、またちょっと笑い話を混ぜながら、進めさせていただきたいなと思います。YouTube とかで、岡本和真選手がフリーエージェントで阪神タイガースだとか、片や大山選手が、読売ジャイアンツだとか、まあそういうふうな、なんか、なんやねんこれっていうような内容を見たんですよ。で、これ、出身地見てびっくりしました。岡本和真選手が、奈良県ということになっていて、大山選手が茨城県ということになってるんですが、これは表記通りであってらっしゃいますでしょうか。出生地とは書いてないんですよ。出身地と書いていて、で、まあだから何回も言いますけども、そのラルク・アンシエルのドラムを、していた幸宏というものなんですけども、小倉幸宏というもので、僕と同じ幼稚園の同級生で、同じ小学校の同級生だったんですよ。これね、だから年齢見てもらったら分かる通り、僕より8つ上に表記されてるんですよ。もうなぜそんなことになったか、もう僕全然分かんないんですけども、詳細本当のところのことが、その町人たちも何気にそんなことになってるのか、まあ自分たちで自分たちのことがあんまり嘘言いすぎると、嘘の数が増えれば増えるほど、自分でもなぜこんなこと言い始めた、分からなくなるっていう形になってくると思うんですけども、まあ、なんとなく昔からテレビ局とか芸能界の人たちが嘘ばっかり言うから、だから甲子園出場した人が、さすがにどこの高校に所属していたか、それがわかるから、そこから辿っていけば出生地とかわかるから、だから基本的にそういうような人たちを選んでいたんだろうな、っていうことなんだろうな、っていう答えに私の中ではそうなりました。これどうなんですか、実際のところ。本当は大山選手は奈良県出身で、岡本選手がその茨城県出身の方がなんとなく話整合性合いやすく感じるんですよ。ではその岡本和真選手、智弁学園高校へ入学してるんですよ。奈良県の。だからまあ、まあ、多分まあ本当に出身地は出生地なんだろうなとは思うんですけども、これ、二人ともその、結婚してないわけじゃないですか。で、親の介護の件とか考えたら、自分の生まれ育った地元、まあ、親の家の近くに、まあ、家建てて、まあ、住むっていうのが、まあ、一番無難なところだとは思うんですけども、まあ、実質どういう生活をされているか分かりませんで、まあ、実際どれぐらいの、年収を得ているのかっていうところが、私の方では、本当の話が書類を見なかったら分かりませんので、まあ、なんとも言えないんですけども、とりあえずね、例えば解説席に糸井選手がいただけで、まあ、元選手の糸井さんがいただけで、去年のね、日本シリーズで、何があったかはもう今まで言ってきたわけじゃないですか。ヘルメットが動いたの動いてないだの発言で、再生の映像でね、
そのタッチして、ヘルメットが動いたっていうその証言に対して、動いてる映像と動いてない映像が2回ずつ放送されてると。まあ基本的に打球補給してからこういう形のボールタッチだから、それはもうスライディングしてる方の人が速いと思います。本当にそんなスピードでこう回してたらこの辺多分おかしくなると思いますよ。まあまあ本当のところはタッチしないんだとは思いますし、その時のジャッジされた人はまあセーフっていう形で、ジャッジされてまして、まあ、その辺のところは嘘はないと思うんですよ。でそのまあそのジャッジする時の立ち位置のポジションもまあ比較的見やすい位置でしたから、距離的にも2メートルぐらいの近さのところなんですよ。だから糸井さんってまあ糸井君って彼、糸井さんでしたっけ、糸井君でしたっけ、僕より年下でしたっけ、年上でしたっけ、まあそれによってまあだいぶ読み方とかも変わってくると思うんですけども、やっぱり髪の毛染めてる人間座らせちゃダメだと思うんですよ、解説席に。本当に生き方がまずなってませんから。これだけエネルギーの残存問題言ってるのに、余分なものを作っていて、で余分な髪の毛染めるっていう行為をしやがるっていう、もうその状態でもう人としてダメだと思うんですよ。で本当に違法行為だから、もともとそれで義務教育ずっと昔から通してきたわけだから、でこれもともとなぜそこまで崩れたかって言ったら、まあ、長いも言いますけども、1985年の阪神タイガースが優勝した頃 その YouTube での動画で、甲子園 その観客席を見てもらったら分かると思うんですが、一般人の間でも髪の毛染めてる人間がまずいなかったんですよ。割合で言うと100人に1人いるかいないか、まあ、大体それぐらいなんですよ。もう僕の子供の頃の記憶でもまず髪の毛染めてる人間が見かけません。だから国会議員の人たちとかで女性議員とかが混ざってきて、で髪の毛染めてる人たちが増えてだと思います。で芸能界とかでも髪の毛染めてる人たちが増えてしまって、まあそういう風な形になってると思うんですよ。だからその人間そのものがもうバグになってしまってる状態なのかもしれないです。だからそのもしこの親の介護女とかで大山選手と岡本選手を入れ替えた時にどれだけややこしいことになるのか、まあ確実に分かってることは、なんかこう恩返しで打ち返したりしてる状況あるじゃないですか。バッターの人で例えると、もともといた球団 に対してこう打ち返すっていう、そのだからもともとの話、まあ田中将大選手もそうでしたけども、坂本勇人選手もそうでしたけども、確かまあ兵庫県出身だったと思うんですね。その、田中将大選手はちょっと難しいんですよ。はっきり覚えてないんですよ。その、まあ、伊丹市の方の、そのリトルリーグに所属していたっていうことは知ってるんですけども、まあ、出生地がどこかで、まあ、伊丹市って、その大阪府と隣接してますから、まあ親がその家を購入した時のタイミングや勤務先とかで、だからまあ出生地と出身地がまあ隣接するところの都道府県だったらまあ起こりやすいだろうなと。でそのまま地元の自分の家から近いところにそのまま、あもうこれエネルギーの残存量問題もうひっくるめてですよ、そのまま入団してくれるのが一番まあ話の整合性が合うと。で、かたやその阪神タイガースに来たからといって、それだけホームランがたくさん打ててるかどうかは、やっぱり東京ドームと、その甲子園のその差ってやっぱりありますから、まあ特に流し打ちですね。流し打ちで、その逆風の中で飛距離出せるかって言ったら、その、まあ、ポール際のところとかだったら、入るでしょうけども、まあ、体格考えた時に186センチという、まあ、身長で表記されてますが、まあまあそれで体しっかり鍛えてるんだったら木のバットでもまあまあ十二分に芯で捉えたら、届くだろうなっていうのはあるんですけども、逆風でもある程度ライナー性に近いあたりでですね。でまあけどホームランの数年間で見たら東京ドームと甲子園だったら10本ぐらいさあると思います。
個人、まあ、ややこしいかややこしくないかで言うと、これ本当どうします本当に。でしょ、だから言い出してしまったのは僕なんですよ。これね、出生地出身地本当によくわからないんで、まあだからまあその当時のドラフト会議ですよ、150キロ以上投げる人たちが、まあ、大学生にも高校生にもたくさんいまして、まあ、そういうふうな形でプロ注目のピッチャーの人たちがたくさんいましたから、阪神タイガースとしても、まあ、得点能力を上げるために、もともとアマチュアの日本代表の選手の人で、まあ、社会人の人たち含めてですよ、4番 を任された人がプロへ行った時に、そのレギュラーに慣れてない人ってまずなかなかいらっしゃらないんですね。で、まあ、そういう意味を含めて、まあ、大山選手を、まあ、金本監督の時に獲得していただいたんだとは思うんですけども、まあ、この、まあ、何回も言ってますけども、まあ、地元のところの、選手を、選ぶと、まあ、もうそれが一番だと思いますよ。もうそこもしっかりと対応しなかったら余計なエネルギーの無駄遣いになってしまいますから、なんか今多分今な岡田監督の声で言ってきたんですけども、多分コンピューターの勝手な岡田監督の声の仕様だと思うんですが、本当は岡本和真っていう岡田さんの声が聞こえてきてるんですけど、これね、だからその声が聞こえてきたとして、その時間軸を超える話があるでしょう。これもしかしたら岡田監督って以前阪神タイガースの二軍の監督とかされてたんですよ。だからそれ考えた時に、これもしかしてこれドラフト前の声だったなと思うんですよ。今聞かされてもってなるんですよ、本当にそうなんですよ。それとも今のフリーエージェントだのなんだのっていう話も別にそれトレードでいいじゃないかっていうような、僕からしたらそういう感覚なんですけども、何だったんでしょうね、フリーエージェントっていう FA っていう話。だから本当に球団の扱ってる書類とかを見させてもらわなかったら、今まで散々テレビで放送されてた内容を見ていると、その方向性を信じてしまう形になるじゃないですか。特に最初の方って落合さんが複数三冠王を取って、なんかこう1億円の価値があるとか言われ始めて、その価値のところの話から、それぐらいの価値があるだとか、そういうような話から、ややこしいその年俸制、本当はそんな年収じゃないと思うんです、思ってるんですよ。球団のそのスタジアムの建設費用と土地代を考えるとですよ、まさかそこまで嘘があったらもう僕もお手上げで、その円安効果がなのかなのか、848億円だった東京ドームの金額が868億円に変わっていて、僕もこれね、これ王貞治さんのホームランの数868本だったような気がするんですよ、ギネス記録の。でこれだけテレビ局とかのその岡田監督へのそのメッセージのところ、位置のところに関して、プロ野球界と、まあ、そこでも言ってますけども、ボールカウントは一般的な芸能人の人たち集めて、まあ、パリオリンピックも含めてですけど、アジアチャンピオンズカップもしくはリーグ、まあ、正式名称はちょっとわからないんですけども、ああいう風な大会でカウント変えられてましたから、表記は。僕の方の家では、その番組に関して、ノーボール、ワンストライクのカウントでホームランを打ってるんですよ。その試合、僕は、取り込んでましたから、ツーボール、ノーストライクの時に狙い撃ちに行ってるはずなんですね。
でもちろん相手ピッチャーがその、まあ、特に制球に何の時とかはちょっとまあその辺のところも考慮して対応しなきゃならないんですけども、まあ、あの特別制球を大きく乱してるわけでもないですから、もう次もう絶対ストライク取りに来るだろうなと、まああのまあ、大谷翔平選手の時もそうですけども、メジャーリーグのオールスターの試合で、外国人の方に、前2人のバッターの方に頭の中を渡して、供給して、ノーアウト 1,2 塁でカウントも2ボールのストライクのところまで持っていって、でも次の球もう狙い打った方がいいというような形で、まあ、大谷翔平今シーズン、オールスターでホームラン打ってるんですよ。だからそれ考えたら僕の記憶違いっていうことではないですから、もうこうなってきたらね、建設費用の話とかももうみんなわけわかんなくなってくるでしょ。こんだけテレビ局はとかインターネット上の情報がこれだけ嘘が多かったらそうなりませんか。まあ特に、まあ、40歳前後くらいの方たちが基本的には社会を引っ張っていかなきゃならない存在なんですけども、それ以上の年齢になってくると、まあ、自分の親の介護だとかそういう時期に突入して、それが終わった頃にはもう老人になってるっていう状態ですから、これだからもう、まあ岸田さんも岸田総理も広島出身だったんですけど、総理の間は出身地が東京都に変わってたんですよ、インターネット上で。総理を降りた瞬間、この間見たら広島県に戻ってたんですよ。だからそれを皆さんどう思うかですよね。結構ある程度の位置でジャイアンツが1位に来てるでしょう。で、まあ僕は今まで言ってきた言動とかも含めて、その広島東洋カープがまあ4位になった原因にもなり得てるのかどうかだとか、まあ、とにかく正しい社会、まともな社会を作ろうと思ったら嘘なしの社会を作るしかないんですよ。でインターネット上の表記もウィキペディアだろうが何だろうが全員嘘言っちゃダメっていう話になりますし、まあまあ僕の動画もテレビのニュースをもとにだいぶちょっと誤解していた部分とかもあって、まあ一体何が本当のことなのかちょっとわからないような形で、まあちょっと心当たりでこれはまずいなって思われるような文章とかは削除してるんですけども、まあまあ輸出関係とかで、それ意識しすぎた内容の、ものですね。もうそのジャパンストアって以前言ってた内容に関してはもうその文章削除しています。もうガソリン車の生産も停止するわけですし、2035年には。まあそこはもう確実に決まってますし、もしかしたら日本全国、世界全国で、全世界中の国で、ガソリン車の生産が2030年に生産停止までできるかもしれませんし、そうならないかもしれませんし、まあそれだったらもうほぼほぼ手遅れの方ですね。まあまたたくさん地震が発生して、多くの方が悲惨な人生になると、もう簡単な話ですよ本当に。まあとにかく節約っていうことも考えていくと、まああと頭の供給とか云々とかそういうことで結果の出方が変わってくるっていうことまで全てひっくるめて考えるとですよ、やっぱり地元のその球団に各地が行っていただくと、もうそれでいいと思います。で、どうしますこれ、結婚問題とか考えた時に、その普通に一般的に考えたらそんなね、何億もの年収なんか本当はもらってないはずじゃないですか。じゃあその地元に返してあげなかったら、その
親の介護のこととかも含めて、でその嫁が決まらなかったらその住むところが決まらない話と、親の介護のことも考えたらもう住むところは大体どの変化が決まる話とかを考えたら、まあ最悪なのは僕みたいなケースになるわけじゃないですか。自分の親片一方が亡くなってから、まあもう一人の親の方は、他の兄弟に任せるっていう形、もう本当はまあ兄弟がいる場合は一人っ子の家の人は本当に親の介護両方とも介護しなきゃならない状態って本当に大変だなとは思うんですけど、もう絶対仕事してる場合じゃないないと思います。もうそこも生活保護になったらいいから、もう親の介護だけで、あの何か自分でこう気紛らわしながら、あの親の面倒を見てあげるような形じゃなかったら、もう絶対無理だと思います。生活、あの自分でこう親の食事とか作ってあげて対応しなかったら、なんかちょっと聞き覚えのない人の声でなんか、バリきついだとか、もう裁判だとか、バリきついに話も関しても、バリに関してもその言葉つかない方がいいから。昔も日本はね、そのリゾート関係とかでインドネシアの方だったと思うんですけど、バリ島って、まあ、そこになんかリゾートホテルを作ったとか、そのわけのわかんないニュース、日本は日本でそのナルトのレッサンスリゾートホテルっていうのを徳島県に作ってしまってるんですよ。でそれがその、一応ね、なんか変なんですよ、あの関西広域連合っていう連合も、あの各都道府県の連合なんですけども、まあ普通こう近畿圏の都道府県とかでこう固まってるっていう形だったらまだわかるんですけど、なぜか徳島県入ってるんですよ。徳島県のそのナルトのレッサンスリゾートホテルも、もう僕は働きに行ったのが2003年なんですけども、まあゴールデンウィークをメインに、その忙しい時の時期を中心にっていう形と、あとまあそのプライベートビーチみたいなところがありますから、まあ夏場とかだったらあのお客さんがそれなりに結構来るというところなんですけども、そこ完全に離島なんですよ。それあのそれ、ね、人材派遣会社の方なのかホテルの方なのかで用意されたその宿泊施設とか、まああの一応個室ではあるんですけども、いろんな人たちがそのナルトルネッサンスリゾートホテルで働いている人たちがこう泊まってるその宿舎みたいなところで、あの風呂が共有で、僕の場合はだいたい22時ぐらいが仕事終わりだったんですけども、まあ、もう少し前の時間帯とかで上がって、でもそこに戻ってきた頃には、まあ風呂冷めてるっていう状態で、ゴールデンウィークの時期とはいえ、まあなかなかあの脱衣所があの温まってなかったら、それなかなか結構厳しい状態で、急いで体洗うしかないっていう状態で、使ったらもうぬるくなってるから余計寒くなるっていう状態で、急いで体洗ってなんとかするしかないっていう、まあそういう状態だったんですけども、あのまあなかなかね、そのまあどっからどこまでが本当の話なのか分かんないですけど、自分で働きに行ったところしか、まあ築そこも2003年の頃で、まあ築10年ぐらいのところみたいです。だからまあ原因はまあ厳密に言うと10何年前だったとは思うんですが、もうだから建設工事が始まったのもうバブル崩壊の1990年の多分前であることはもうまず間違いないです。ああまああのプロ野球界も複数本拠地制度で南から北に向かって巡業にまあ変えてほしいっていう、まあ117番に記載している内容通りなんですけども、本当にそれだと思いますね。あの
人がたくさん入場してるから重さが2000トンぐらいだとか2000トンを超えたりだとか、そのスタンドにいらっしゃる人たちの体重 でそこで飛び跳ねたりとかするから早く老朽化するのであって、だからあんまりその球場を使用してなかったら、まあ震度5強とか、うん、まあ震度6とか6強とか の地震とか、あの弱と強の違いがどれぐらいの差があるかもう全然わからないんですけども、もともとは震度1、2、3、4、5、6っていう表記の仕方で、それ力の係数が一番震度1を1とすると震度2は ×32 なんですよ。厳密に言うと 31.8 かそれぐらいなんですけども、もうややこしいから32という覚え方でいいです。で、震度2から震度3に対して 32×32 なんですよ、力の係数が。だそこから揺れ方がだいぶ変わってくるんですけども、震度3の力の係数から震度4に関してはその 32×32 にさらに32をかける形になるんですよ。でその次もかける32、その次もかける32になってきますから、まあ震度7っていうのは基本的になかなかまずどう考えてもありえないっていう形になるんですけども、その震度6の力の係数にさらにかける32って一体どんな震度なんだろうっていう話になりますから、震度5弱5強とか6弱6強に関してもかける16ぐらいが弱なんでしょうかっていう形になってくるんですけど、まあもう、まあな、とにかく地震の回数等にもよるとは思うんですけども、まあ基本的に震度1ぐらいだったら、まあ、何百回何千回と大体どこのスタジアムも経験するはずです。で、あんまり使用回数を抑えていれば、なかなかだからスタジアムの建て替えっていうことをしなくていいんですよ。で、まあ南から北に向かっての巡業をずっとしていて、で、それで、長年使用していた頃に、もう人口の少子化の話にもう一度戻りますけども、49年前から少子化始まっていて、その当時に生まれてきていた人の数と比べると今3分の2か半分ぐらいになってるんですよ。もう多分半分ぐらいだと思います。で、しかもその範囲自体が、表記もね、テレビのニュースでその40万人近く、40万人下回ってるっていう話に関しては、もうそれ朝鮮半島とか、満州国とか含まれてると思います。台湾だとか。で、数がね、もうやっぱりもうテレビのニュース見てたらもうわけわかんなくなりますね。その、もともとのその数字をずっと、1億2000万人の数字をずっと言ってるでしょう。第二次世界大戦の前の頃のその数字を。だから、その辺の数字のことを言ってるのか。そこから今半減してるから、まあ、20万人ぐらいになってるだとか。けどね、男性と女性の生まれてきてる人の数が、10万人を下回ってるグラフも見たことあるんですよ。例えば9万人台だとか、7万人台だとか。そうなってきたときに、少子化による、その、旧範囲内での生まれてきてる人の数なのか、それとも今の国境内で生まれてきてる人の数なのか。だから働いてる人の顔ぶれがあんまり変わってないところの現場とかを見たりだとか、建物がガラガラになってるところを見ると、世界中で少子化になってるのはまず間違いないことであって、こんだけややこしい世の中になってしまうとまずそうなるわけですから、まあ、だからまあ、ドラフト会議のことに関しては、まあ、そういう形で、12球団しっかりと進めていただきたいなと。まあ、競馬会に関して、凱旋門賞に関しても、日本の出走する馬に関して1頭だけになりましたんで、まあ、日本としては、まだまともな対応をしていると。だから、まあ、多分、馬も、空輸ですから、
それはまあ経費もすごくかかるでしょうし、だ無駄にエネルギー消費して、余計な経費を増やしてると思うんですよ。まあもう一頭だけにしてもらって、まあ、この辺りから石川県の、小松空港、まあ、神戸空港だったか伊丹空港だったか忘れましたけども、あの石川県のその能登半島の撮影行くときに、まあ、結局電車で行ったんですけども、あの航空機のその片道の料金見てびっくりしまして、5万円以上しまして、片道だけで。だからそれ見たときに、ああもうこれ電車じゃないと無理だっていう形で、まあ、電車で能登半島を撮影しに行ったんですが、だから馬なんか大きい馬だったら、もう馬体重500キロを超える馬とかもたまにいますから、まあまあ400キロは絶対超えてます、まあ馬は。でまあプラス人間とかも輸送されるわけですから、宿泊費用とかもかかるわけですから、まあ、究極のエネルギーのザドル問題でいくと、もう自分の国のところだけでレースしといたらいいんじゃないっていう話になるんですよ、競馬界に関しても。なんで他国に行く必要があったんだろうっていう形になるんですよ。まあまあ一応とりあえずのところはなんとか、一頭までに抑えるところまでは話がやっと進みましたと、凱旋門賞に関してですよ。まあ、他のレースとかも油断なく見とかなかったら、複数の馬を出走させようとしたりだとか。いやだって、あの例えばね、極端な話、日本の馬が3頭なり、極端な話5頭出たとします。まああの凱旋門賞自体昔18頭とかでレースしてましたけども、今はもう16頭ぐらいですかね。あの出走する馬の数自体も減らしてくれてるんですよ。だからそういうところ考えたら、いや今ね、あの南から北に向かっての巡業をイメージしたら忘れてっていう声が聞こえてきたんですよ。いややっぱりその方向の方が、いや経費の部分と、あとスタジアムの、あのだから何回もスタジアムを使用してたら建て替えなきゃならない時期が来るでしょう。使用料を払ってでも、多分南から北に向かっての巡業、これがもう一番いいと思いますよ。それは117番に、大体の試合ペースとかも表記してますし、まあそういう風な形でいいんじゃないですか。それでまあ、一応まあ、その本拠地での試合数に関して、まあどれだけ、の量になってくるのかっていうところで、まあうまく、配分はしてるつもりだと思うんです。うん、そうなんですよ。その、こっちの感じがお客さんの移動もあるって本当にそうなんですよ。あの大谷翔平を見に行こうって。びっくりするでしょ、あの旅行のキャンペーン。昔も野茂英雄さんの時に、してしまった方だと思うんですけども、現地まで応援に駆けつけるって、もうとんでもない富裕層の人じゃなかったらあんなことしないでしょ。野球見に行くくらいで海外行って、それいやね、いやそれ、よっぽど英語に堪能な人じゃなかったら、地図読んでその移動に関して、まあ、現地から別の場所のその飛行場へ飛行機乗り換えて、よっぽど慣れてる人じゃなかったら、それ旅行中って期間限られてるじゃないですか。それ飛行機道に迷ったりして、これ乗り過ごしたりして、もう飛んでしまいましたとか昔よくあったじゃないですか。それでなんかこうお客さんがすごい、航空会社にクレームを言ったりとか、世界丸見えとかでも、何なんだろうこのお客さんみたいな形に見える わけじゃないですか。そんなにお金払って無理して海外旅行なんか行くから、エネルギーの残存の問題忘れて
そんなことするからそんな目に遭ってるんですよってそんな形に僕からしたらそういうふうな言い方になるんですけども、だから経済的なロスも考えたりとか、エネルギーの残存の問題とか、あの地震の発生している回数とかを、まあ、世界中で見てもですよ、結局あの輸入していたとしても自国で掘っていたにしてもですよ、まあ、多分自国で掘ってると思いますよ、石油とかガスも。あの7割サウジアラビアからアラブ首長国連邦と合わせて7割輸入してるっていう話も多分嘘だと思いますね。それだったらね、あの世界中の国がもう今や発展途上国じゃもうないですから、いろんな国でもう車がもう出回ってしまった後で、購入されてしまった後ですから、いろんな国で掘らんかったらそんなの無理に決まってるじゃないっていう話になるわけじゃないですか。多分あの輸入って書いてるところ、多分あの鉱海のところを掘ってると思うんですよ。鉱海のところに関しては、あの公の海と書いて鉱海なんですけども、まあ、自分のところの海域の範囲がその、確か3里ぐらいだったと思うんですが、これもだんだんあの法律、その六法全書を見てから僕も言うべきだったと思うんですが、1里で確か3キロメートルぐらいだったと思う。もうこれも1里のところも見てみなかった。1里が何メートルだったのかの話。もう六法全書のところもキロメートルで表現してくれたらいいのに、もうその方が覆いやすいじゃないですか。もう単位ややこしすぎて、もう次フィートとか、もう全部キロメートルでいいじゃないですか。もう今度マイルの話とか出てくるでしょ。1マイルは1600メートルです。大体のところです、それぐらいです。多少の誤差、多分、数メートルとかそういう誤差あるかもしれません。まあ、基本的に1600メートルだと思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。どうします？競馬の世界でその1600メートルじゃない、本当。1590何メートルだ、もしくは1600何メートルだとか、本当のところ、それ知ってる人たち。頭の先の行く先。そんなことで順位決まってたらどうします？もうバカバカしいでしょ。もういっそのことその話でも世界中で馬の往来止めてしまいます。もう多分その方が賢いと思いますよ。世界全体的な経済で考えてもそうですし、エネルギーの消費量のことを考えても、人命の部分で考えても、その三本柱で考えたとしたら、もう自分の国だけで競馬しといたらいいんじゃないっていう話になると思うんですよ。だって3頭も馬行ったら騎手とかも行くでしょ。で今なんかじゃなくて、もうこれ競馬界の人たちへのメッセージもこれ言わなきゃならないと思うんですよ。言った後かな、まだ、けど外国人の騎手の人たちいっぱいいるから、武豊さんもなぜか海外行って、海外の馬に乗ってるから、なんでそんなややこしいことしてるんですって。日本の騎手で日本の馬が行くから、日本の騎手が乗って責任を持つという意味でも、対応すればよかったのに、それ、そんなにややこしいことじゃない。いつまでか気がついたら日本の競馬場で海外の騎手の人たちいっぱい来てるじゃないっていう話になるんですよ。なんで来たんですかって。そのヨーロッパでね、もともとそっちが発祥の地でいっぱいあるのに、なんで日本来たんですかって。それだけ日本人の職業とか失われたりとかするから、災害の被害度とかを考えた時に、その仕事の横取りできたらダメなのに、なんで来てるんですって。だからこれね、世界との友好関係を進めてきた話を保持してる僕ならすんなり言えると思うんですよ。けど他の人が言ってしまうと、仕事の取り合いで、あの国、日本人があんなこと言い始めた、そこでね、それ利用で買ってしまえみたいな人たちとかも多分水面下でもいると思いますよ。グレード3とかで。まあ日本人にもそういう人もしかしたらいるかもしれませんし。
まあ、もうそこエネルギーの残存の問題が国連で、第一課題の優先事項ですし、まあ、そこには人命がかかってきてますから、地震の発生とかのね。他国に行って自分の国の馬でもない馬に乗ってる人が悪いでもこれでいいんですよ。もうここをしっかりとルール確定しておきましょう。でも、明らかに、だから、いざのテニスのね、大坂なおみ選手について皆さんどう思います？日本代表っていうことになってましたけども、明らかに本当アメリカの人でしょ。もうちゃんと日本語喋れない人は絶対日本人じゃないですから。もうそれいいじゃないですか。自分の国に帰ってもらったら。プロ野球業界も本当はそうなんですから。で、全部話整合性考えていくと、まあ、佐々木朗希投手も、もしロッテじゃなくて、楽天に行っていて。で、まあ、大谷翔平選手も、多分東北出身ですよね。その花巻東高校だったと思うんですけども、だから、多分行き先としては楽天だと思うんですよ。そしたら、楽天の優勝回数って、変わってたんじゃないのとかやっぱり思うんですよ。だからその阪神タイガースの話もそうですけども、その坂本勇人選手、鳥谷選手、何県でしたっけ、ごめんなさい。なんかもうその辺の頃からややこしい話になってましたっけ。なドラフト会議の本当の意味を、その真髄といいますか、その、今ちょっと鳥谷貴選手をウィキペディアで調べてるんですけども、ごめんなさい、東京都出身だった。けどこれ分かんないですよ、本当に。ちょっと待ってくださいね。子供の頃、どこの学校だったか、さすがにそれは嘘ないと思うんですけども。羽と村と市って書いてるんですけど、これ何県ですか？これ東京都にありますか？立、小学校の小と作るっていう感じと、工作とかの方の漢字図で、あとは何々台とかの台、台形の台と、まあ、その後小学校時代って書かれてるんですけども、都道府県名が書いてないんですよ。だから何市とか書いてないから、あとはもうこれもう高校の話になったらお手上げですね。ただ都道府県の高校とかに行ったりする人は行ってますから、出生地と。だから出身地東京都ってなってますけど、これちょっとね、総理大臣岸田さんとかの話になりますけども、本当は広島県出生で広島県出身地のはずなんですよ。だけども総理してる間東京都出身に変わってるんですよ。で、都に行ったに元選手出生地とは書かれてないんですよ。ないんですよ。で、出身地って書かれていて、これもしかして、43歳、岡本勇人選手は、けどまあ年齢は違いますよね。だからその辺が入れ替わってるわけじゃないですよね。鳥谷貴さんの方が、坂本勇人選手よりも年上のはずですよね。まあプロ野球業界の人で、そのウィキペディアでもそうですけども、実年齢偽ってない人いらっしゃいます。たまに自分の年齢間違ってしまう時とかあると思うんですけども、ある程度の年齢に来た時にずっと自分の年齢を毎年意識してなかったら、長い間何年も自分の年齢を意識してなかった場合、自分が何歳だったかなっていう形になる時あると思うんですよ。
それともウィキペディアへのサイバー攻撃ってあるんでしょうか。まあ、とにもかくにも、まあ、とにかくもう今年のドラフトからちゃんと地元の、球団に、行っていただくと。動画のつなぎ合わせとかでこう何かこう心の声とか電波で聞こえてきたとしても、それはもうそこは無視してもらわなかったら、動画のつなぎ合わせとかで前の画面とかで兵庫県民とかで良さそうな選手とかの映像を出されたら、次例えば違う球団のところの映像を出されたら、そこに電波で声聞こえてきたりするわけじゃないですか。あとはまあ複数本拠地制度に合わすような形で物事をどういった選手を獲得するのか、まあチーム事情とかもあるとは思いますけども、まあ結局はそういうことだと思います。以上です。ごめんなさい、言うな言うってその大山選手とか岡本選手についてどうするのかっていうところ、まあ、今親がどこに住んでいるのかに合わせて早急にそこは対応した方がいいと思います。そのどちらが阪神でどちらが巨人だったのかっていうところ、まあもし本当に年収億とかそんな何千万とか本当にそんなにもらってるんだったら、もうどうでもいいですよ、そんな話。他球団渡られたら余計ややこしくなりますんで、試合の勝ち負けまで。だからちょっとね、もう本当に今年のドラフトから本当に親の介護まで含めて、地元の球団に、入団するなら行っていただくと、まあそういうふうな形で、皆さんしっかりとご対応のほどよろしくお願いいたします。その大山選手とかの件に関してもう分かんないですよ。いやもうね、まあ、もうその親の、まあ、結局親の介護っていう話になってくるのと年収の話になってくると思うんですけども、距離離れても絶対まあ、自分の家に親を移住させてあげなかったら、まあ、介護はできないっていう話になってくると思います。まあ、そこで親と大体トラブルになったりすると思いますよ。ここにいたいだろう、なんだろうとか、そういう話になると思います。で、もうそこも話こっちが本当にややこしくなるんで、もうそういうややこしい話があるので、とにかく近い球団、まあ、選手の皆さんも、ご理解、ご協力のほど、皆さんよろしくお願いいたします。もう本当にもう。球場の建設費を本当に正しく表記しましょう。本当に行政の皆さん、球団の皆さん、あと再建築とか補強した時にいくらかかっただとか、そのあたりしっかりしてもらわなかったらもう何から何までもうなんか大貞治さんのホームラン数と東京ドームの建設費用がこう一緒になってきた時点で、なんかもうその時点でなんかもう本当の話何なんだろうになるんですよ。ただ土地代も調べてみたら、やっぱり人口密集地帯に関しては土地の高さめちゃくちゃ高いです。本当にもうこれはもう神戸市でも同じです。ちょっと離れた同じ兵庫区でも、山の近辺の麓のところまで行ったら土地の価格は、大きく下がります。全然違います。もう5倍ぐらいは変わります。完全に今の兵庫区の話ですよ。三宮とかの話じゃないですよ。神戸市の完全に中心地で、神戸市役所とか、まあ、ある程度、まあ、中央区のことなんですけど、三宮って。まあ、中央区で言うと、他にも県庁とかもあったりするんですけども、そういうところと比べると、もう、そういうところの話じゃなくて、兵庫区の、都市部の話の駅地下のところの土地の価格と、その、ちょっと山手のところではもう5倍ぐらい金が変わるんですよ、土地の価格は。まあ、それ考えたら、まあ東京都ですから土地の価格が高いはずですから、もう800億円ぐらい土地の価格プラス建設費を考えたら、まあそれぐらいかかるんじゃない